28だっけ、28、29、30、31かなって今年。やばいね、2人がとございます。ヒカルンとカレンちゃんがお隣にいます。黒くないか、あ、こう見たら、あ、そう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 、ヒカルンちゃんがそうだった私、そう、なんか寝転な人が携帯いじってる。でもね、ヒカもね、あれ逆じゃない、横だけなんじゃない。あ、なるほど、ね、360度。いいな、え、いくらしたパパに聞いてえ、なんかさ、360度見えなくって、普通になんか9時の見えないようしか言わない。9時の大吾さん、雪だるまジュックありがとうございます。こんにちは。2人がいるよ、レッスンの合間に、おい、はい、ねえ、笑い方何どこの人、今レッスンのね、休憩時間ですよ。はい、そうです。レッスンがありまーして、イエイ、カオスだって。カオスか、いろいろね、真っ黒。はい、チーズ。全然黒いじゃん、黒、私の髪だけが755に乗せます。こんにちは。こんにちは。でもさ、これさ、もうボロボロなの、毛玉が。毛玉すっごいの、取れなくてさ、そこら気になっちゃう。え、なんか聞いて聞いて、ちょっと待って、ここさ、何、縫い目がほつれてきてね、穴が開いてなんで穴開いてるの。いや、帽子で基本的に見えないし。あ、確かに、全然ちょっと、そう、あ、全然目立たんよやば、ほんと、いや、ほんとレッスンに裏着物を着てくるのめっちゃ強いんだけど。え、確かに熱くない。え、違うの、ほんとはね、着替えようと思ったの、レッスンに、うん、今日これできたから、うん、着替えようと思ったんだけど、え、なんかちょっと面倒くさくない、着替えるの。いっか、汗かけばいっかと思って、お風呂入ろうと思って。すごい、うん、暑すぎて無理だよ。暑いよ、絶対。え、でもそんな激しい曲じゃなかったじゃん、うん、え、 あれは激しかった、ちょっとあれは激しかったこれはそっちで映っちゃう、危ない危ない。こんにちは。そう、お隣と同じお仕事のお休み期間かな、するか、みんな仕事納めかな、仕事納めかな、もう今日とか、なんか仕事もう休みの人もいるっぽいかったけど、755とか見てたら、いいなぁ。ヒカルの書類見てたらいつもこれ出てきてんの、何なの。アバター作ってないから、ずっと数年前の。あ、そういうこと、すいません、いずれね、そういうやつなんだ、あの、作らなきゃと思いつつ、なんだろうってずっと思ってたの。みんなに言われる、明日まで仕事です、だって頑張って頑張って頑張ってください。明日何日、29。え、うちらはまだまだ、まだまだね、私たち、うちらはまだまだ、え、そうなの、まだまだなの、私たち、そうだよ、明日まだ問題してます。いや、でもさ、いいよ、ヒカはね、家にいるとね、お菓子食べてぐうたらしちゃうぐうたらしたいよ。有給が年末でなくなっちゃうので消化、あ、今日休み、じゃあいいね、いいね。マフィンさん、手袋ありがとうございます。パンダさん、ハートありがとう。ね、いつも思うんだけどさ、ギフトって超可愛くない、誰が考えてるんだろうと思って、なんか毎月新しくなるじゃん、うん、それを見るたびに、あ、かわいい、なんかたまにちょっと外れないそんなこと言っちゃダメだよ基本かわいいけど、たまにちょっと、どうしたいいじゃん、秋ふたありがとうございますみんな配信してます。山内さん、ハート、ありがとう、キュンです、ありがとう。あ、花火、パンダさん、花火ありがとう。え、花火なんてあんの、今ポンした。ああ、なんか画面上で動くやつ、そう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 、いいね。ちょっと持ってくれ、やっぱ箱、めっちゃ、まだまだやるよな、もうあと5時間ぐらいやるよ。いやレッスンいきます、レッスンいきます。スミちゃん、なんだっけ、年越しそばありがとうございます。さっちんさん、年越しそばありがとうございます。お、花火だ、ありがとうございます。でしょ、うん、すごい花火、ポポーンって、いいよね、なんかさ、あの、動くやつ好きね、わかる。もちろん動かないやつもね、すごいありがたいしね、可愛いんだけど、動くやつかわいい。さくたろさん、ハートありがとうございます。ギフトありがとうございます、ありがとうございます、ね、眉毛さ、ひか細い眉毛、そんなことない、私がしっかりしてるんだ。いや、なんかさ、最近さ、私の眉毛は、私の眉毛がだんだんなくなっていく抜いてんじゃない、夜、知らない。いや、でもなんか抜ける、確かに結構触っちゃう癖あるから、 あ、抜けたみたいなことなんですどんどんなくなっていくんだよね、どうしよう。たくたろさん、ハートありがとう、キュンです。すみちゃん、手袋10個ありがとう。寒かった、石川超寒かった、秋も
うん、雪すごいよ。え、富山もすごかった。すごいすごい、もうすごい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 、うん、語彙力。今年積もるのかなと思って。え、積もってないの。まだ積もってるんだけど、なんか何年かに行くとすごいの来るじゃん去年すごかった。そうそうそう、あ、ギフトありがとうございます。なんかそういうのが来ちゃうのかなと思って。これ持ってる。あ、してた、怪しまれた何してんのそりゃそうだ。よいしょ、よし、これで高くなった。一応さ、Wi-Fi のさ、パスワードだけ伏せとこ。事故ったの怖い。じゃ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 ん、じゃんじゃんじゃん。こんにちは。あ、き、さっつんさん、ありがとう。え、私も知ってる人なんですけど。おさっつん、ひかんところもさっき来たよ。おさっつん、みんなに来てくれてんじゃん。ありがとうございます、ありがとうございます。知ってる人、普通にいつも来る。知らない。うわありがとうございます。他の女のとこに行ったのか。すげえ。こんにちは。ひさつとこうへいさん、ハートありがとうございます。わちゃわちゃしてますよ。今何時の、カンパクトどこしたんだ。みんな何してんの今。仕事の人もいれば、今日火曜日とかだよねっていう人もいるし、もう年末だからね。でも確かに、うん、平日お昼ね。それだから待って待って待って、気になる気になる、ここ気になる。もうちょっと細いものなかった。これスイッター、あとありがとうございます。キャンデス、ありがとうございます。イエイ。足がそろそろ昼休憩。あ、ほんと、なんかごめん。え、違う違う、そうじゃなくて、分かったよそんなことじゃなくて、え、身長的にヒカじゃないお姉ちゃんと思って。いや、お姉ちゃんの方が高い。逆だ、お姉ちゃんの方が低い。お姉ちゃんもいるよ。そう、何センチ身長。私は何食べましたよ、お昼。あ、50だっけ。イエス。お弁当。ヒカの方が3センチ高い。うちのお姉ちゃんと同じくらいよりちょっと低い。154ぐらい。唐揚げのお姉ちゃん、ご飯食べたよ、さっき。ピカはね、何も食べてないんだよ。かわいい。朝からね、おでこね。やばくね。やばくね。やばくない？ご飯食べてないんですよ。それができるのがすごい。やっぱ食べちゃおうってなっちゃうか。うん、だってこの子ダイエットする宣言しても、お菓子食べてるから。マリンさん、サットさん、それも夜食べてないよね。キュンです。夜中に食べてたじゃん。え、何？そんな一番だったよ。なんで一番だったの。今は食べてないですよ。あ、もう仕事の時間。いってらっぴ。ピーマン。ピーマン。ピーマンって聞くとさ、ハツ思い出すんだよね。なるほど。え、なんか、カナピーマンとかウレピーマンってよく言うよね。めっちゃ言うね。言ってるよね。ピーマン好きなの。ピーマン苦手そう、ハツ。ハツね、嫌いなもんないんだよ、多分。そうだよ。でも、でも食べれる。何でも食べれる。え、でも本当に本当に。いつもね、嫌いなもんないのって言ったら、いや別にみたいな。これ食べれないんだけど、ちょっと全部食べてくれみたいな。すごい、ピーマン流れてきた。そう、なんか、あ、これあ、もうちょっとお腹いっぱいだわ、ちょっと。え、食べる、食べるよ。すごい。パンダさん、マフィンさん、ハートありがとう。キュンです、ありがとう。あの子はね、多分ダンスでの消費量がすごいんだと思う。本当にめちゃめちゃ汗かくじゃん。こんにちは。私も手で大きいよ。ね、びっくりしたんだけど。確かに。え、なんで身長ちっちゃいのにお手と大きいの。手に栄養いっちゃった。やばい。そんな。ここ通り抜けてもう手でいっちゃったみたいな。手に栄養を受ける。待って。今日一受ける。黄色くない？黄色くない？黄色くない？オレンジくない？大丈夫？え、みかんめっちゃ食べてる。イエベ？イプルベ。え、嘘でしょ。イエベみたい、なんか。え、黄色、え、びっくりやんだけど。黄色とオレンジ、え、みかん食べてないね、別に。え、昨日食べた。でもそんな食べ過ぎてないよね。見てください、黄色いて。あ、違う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 。待って、うん、ほら。え、なんで、やだ、黄色ではないよ。イエベなのかもしれない。お食人種だからね。さ、自分の、なんか分かんない、一番分かんない。でもお顔で測ってもらったからかな。お顔黄色い。黄色い。え、そう、何、黄色いって思っちゃうくらい黄色いの。黄色いよね、黄色いって思っちゃうくらいではないけど。待って、悲しいよ。別に悪いことじゃないんだから。そうそう、悪いことじゃない。血色がめっちゃいいんだけどね。みかん食べたら黄色くなるって。肌の色悪くない？え、なんか紫。え、これ何個もやってるわけじゃなくて。あ、え、
塗ってない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 。あ、ここはね、でもちょっとだけ紫一回塗ったの。え、でもさ、それにしてもじゃない、ここと変わんないくらい紫色なんか青くない光るの爪の紫色え、大丈夫やばいねすごいこのさよ、血色悪いヒカ血色が、あれだよ、ヒカがめっちゃ悪いんだよ。でもなんか皮膚が薄いんじゃない。あ、え、皮膚薄いとかあるの。だから血管めっちゃ見えるじゃん。え、すごい紫紫この子も見えるわ。めっちゃ見えるよ。みんな見える。私が見えるんですか。以上に私が見えないんですか。手が紫かと思った。あ、違う、爪が紫なの。ネイルじゃないの、普通に紫。そう、でも見えるかな、こうやって見たらピンクじゃない。だってヒカさ、常に冷えてるしさ、なんか。え、そう、え、裏肝着なほら、やっぱり着なきゃダメなんだよ。着なきゃダメだ。裏肝だ。ウサギの耳をするから手は大きくない。あ、なるほどね。おそのために生まれてきたんだ、じゃあ。え、宿命みんな黒服、そうです。あ、こんにちは。今日は朝早起きだったので。何時に起きたの。眠いです。6時に最初のアラームが鳴った。起きないで、遅いから大丈夫。いや、そりゃなくて一応だってやばかった。寒すぎてさ、あの外が寒いからさ、暖房から冷気出てくると辛っ。でも朝つけちゃ寒いと思う。冷たいね。冷房並みに。髪の毛に10分以上かかるんですよ。だからギフトありがとうございます。それ歯なくなるよ。でも10分もうやっと、よし、満足っていうのが10分以上かかる。日が5分かな。うちも5分ぐらい。5分じゃなんか磨いた感じしないんだよね。え、でもなんかあの磨いた感じあるないはわかる。たまやきさん、ハートありがとうございます。あるよね。まずこう、なんかさ、ありがとうございます。右奥歯の表面側だけずっとこうやってさ怖い怖い怖い痛い、それそれで順番にみたいな、めっちゃ時間かかった。ずっと間に合ったよ。歯茎が減っちゃう、ね、そうだよ、歯茎減るよ。最近変な時間に、ね、寝て起きてって感じだったから。何時に寝るの、いつも。最近4時に寝るとかが。そうでしょ。全然寝てて。何時に起きるの。バラバラだよ、9時とか。え、4時に寝て9時に起きるの。でもレッスン5時間しか寝てないじゃん。全然レッスンが9時とかの時とかはね、もっと早く起きるし。え、なんか寝なちゃんと。うち無理だよ。うち9時間寝ないと無理だよ。やばい。え、でも、え、気持ちわかる。すごい気持ちわかる。でも、なんか起きなきゃいけないから、朝機嫌悪い。朝弱い人。朝弱い。朝型人間だからね。いいな。朝から割と動ける。さっつんさん、ハートありがとう。お、仕事行ってらっしゃい。4時まで、そうだよ。何してんの4時まで。うん。逆に。え、もうまず、なるほど。最近って遅くまで割とレッスンあったりしてるやん。え、そうかな。まあまあ、ある日は。そう。割と早くなかった？夕方には終わってたよ。ある日はって感じ。カレンダー、あ、でもカレンダー買えろ、 YouTube。 そうだよ、 YouTube がずっとさ、やったらカレンダーリスターとか買ってた。12時とかにさ、までいたりしてさ、ずっと YouTube してる。え、そう、で、だって一緒にショールームしますで、ね、事務所からショールームしてえ、みたいな。そう、それだで、帰ってお風呂入ってとか、いろいろやってたらいいです。そう、そりゃそうなるわ。そりゃそうですね。誰でもそうなるわ。それね、YouTuber って大変そう。で、編集とかもね、うん、まずもう企画考えるのが無理だ。私が3人だからまだ生きてるなと。絶対そうだよ。セイリンとか大変だよね。マジすごい尊敬。え、でもセイリンはあれじゃない？あれじゃないの？あのご飯系ってことじゃないの？まあ、そうしてるから決まってるからやりやすいかもね。うん、確かに確かに。ちゃんと考えてるね。よく知らない名前の人がいっぱい。うん、あ、そうでもなかったわ。ねえ、待ってねえ。聞きました今の。皆さん聞きました？そうでもなかったわ。なんか懐かしい。ねえねえ、待ってよ。富山屋ショッパーハート、ありがとうございます。知らない人ですから。カムサハムニダー、ありがとう。ありがとうございます。そろそろハルピオンのゲスト出演とかはないの？あー、 YouTube。 あー、知ってる人いるよ。いるよ、ちゃんといるよ。この人、ヒカのところにも来てくれるもん。ちゃんとピョンズってついてる？うん、その時ついてた。その時ついてんだ。うん、あ、ピョンズ、ピョンズなんだな。ならいいんですよ。
そのなんか他の女の配信行った時にピョンズ、ね、待って女の配信って言い方がすごく怖い。他の女のとこ行ってるから、ね、本当にこんにちは。バージョンアルさん、ま、ありがとうございます。毎日配信してんの？私も2ヶ月前くらい、11月くらいからし始めた。いつだろう、今年いっぱいやります。977日。あーすごい、あーすごい。ありがとうございます。50 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 50
ばいかもしれない、ごめんなさい。あげてください。めちゃめちゃあげてください。全世界。あはあはあ、おはよう。さっつんさん、手袋ありがとうございます。ぴょんちゃんのマスク値段高そうだって。これファンの方からいただいたやつです。マスクはありがたい。なんか生地しっかりしてる感がある。そう、韓国のファンの方。え、その形のマスク一番いいよね。そうなの。え、そう、このマスク一番好きなんだけど。本当。フィッティ。フィッティの。耳痛くならないやつ。全然痛くならない。もともと光った皮膚強いからかな。全然痛くない。いいじゃん。ここ今日は本当にすごい。ここ痛い痛くないで考えたことなかったマスクなんか。私は。2つのマスク使い分けてる。これはダイソーの。ダイソーのマスクめっちゃ人気なんだよ。そうなの？売り切れ続出。ダイソーの布マスクなら持ってる。ああ、この不織布。不織布マスク。で一時期全然サイズぴったり。いや、ここを今日はホッチキスをするのを忘れましたので。でもさ、レッスン場に行ってからホッチキスをしようと思ったらすぐに始まりました。難しくない？なんかマスクってつけてみないと分かんないじゃん、うん、サイズ感なんて。分かる、でかみたいな。そうだから、ヒカルもうね、ずっとフィッティの小さめサイズしか使ってない。私の不織布やっぱ安定してる、くるよね。うん、だって合わなかったらそれもう使わないじゃん、うん、ママにあげてる、ね、いつもママにあげるって。そう、言う。こんにちは、マスクってプレゼントできるの？で、できる、ね、できる、うん、もらってます、いっぱい。めっちゃもらってる、今いっぱい。もう劇場出てないから、皆さんからのプレゼント受け取らない。溜まってるんじゃない？それ溜まってなかったらちょっと悲しいけどね、言われて。溜めといてください、皆さん、今から、ね、お手紙お手紙待ってます。ダイソンのスポーツマスク。何それ、何それ、初めて聞いた。レクサさん、ありがとう。キュンです、ありがとう。リサ、ありがとう。通勤と職場で買え、でもそれがいいって言うよね。え、だって外から、だっていろんなものつけて中でも使ってたら結局それついてるの巻き散らしてるのと一緒じゃん、うん、なるほどね。それがいいって聞きますけどね、うん、まあ、なかなかね、できないけど。消費やばそう。うん、確かに。レクサさん、ハート、ありがとうございます。キュンです、ありがとうございます、ね、もう確かに偉いわ、その心がけ、うんうん、リップがつかない、これつかない、大事、メイクつかないの、めっちゃつくんだけど。白いと余計目立っちゃう。でもメイクはつく、リップはつかない、口開いてるから、この辺、うん、メイクはめっちゃつく。パンダさん、ハートありがとうございます。キュンです、ありがとうございます。私がこんくらいの色にしたらどうしますか？髪の毛貸して。なんかお嬢様感がすごいかもしれない。セリちゃん、アドラー。そうそうそう、アドラー、ね、見てみたいなって、ね、絶対髪の毛なくなる、うち。え、痛むよ、マジで、本当にやばい。もう1ヶ月美容院に行けてないので、しかも1ヶ月どころか2ヶ月くらい行ってない。やばい。もうさ、だここがね、やばいの。プリンスやなんか、ここら辺がね、茶色いから分かりづらいからいいんだけどさ、まだ似合うと思うし、髪色関係なく可愛いと思います。ありがとうございます。褒め上手、好き。守り抜けたんだけど、今日の朝も爪が折れちゃいました。痛い。これもチンホのうちに、なーちゃんのセットさって引っ掛けられてる。いやー、どうだろうね、どうなんだろう、わかんない。出たい、しかも血の癖が強すぎてね、こう来ちゃうんですよね。テテテ、あ、危ない。私のピアスが刺さった。怖い、ピアス。何個開いてんの？2個しかまだ開いてない、うん。
いいじゃん。今何個つ開けたいの？私は1個開けたらもう、でもね、なんかどこやるにしてもさ、未成年だから親の許可がいるわけ。あえ、そうなんだ。あれ、そうそう、なんか次が20、次19。あ、次が19、今18なの。え、そうそうそう、若っ。19歳。でも学年は一緒だよね。早生まれだから。あ、そうそうそう、奈々さんにもらったやつです。かわいい、ずっとつけてる最近。そうそう、私も開いてないけど開いてないです。3日が初仕事。そう、ファンの方に。そう、はい、ごめん、ちゃんと喋れない。そうなんですよね。群馬さん今日シラだったね。世の中は若いんですよ。可愛いんだよね、世の中で言うと。これ見るたびにね、ニヤニヤしちゃって。めっちゃいいじゃん。やだ、超可愛いもん。え、思わず言っちゃったもん。めっちゃ可愛いね。可愛い。めっちゃ可愛い。可愛い。でもね、ピアス開けるとメリットはマジでファッション性は上がる。なんかいろんなものつけれるようになる。でもピアス1個開けたらうち終わりだよ。もうこんなんなって。でもね、めんどくさい、開けてからが長い。そうなんだ。うん、すごい長かった。特に長かったかも、3ヶ月長い。なんかちゃんと早い人は1ヶ月とかでできる。3ヶ月何すんの？普通に洗うとかだけでいいんだけど、なんか外しちゃいけないピアス。へえ。1回外して穴できてなかった時、もう1回入れるのめっちゃ痛い。なんか皮膚のなんかえぐってる感じ、ずっと穴見つかんなくて。やめよう。やば、今の傷。それは痛かった。あ、ギフトありがとうございます。マックミックさん、ハートありがとうございます。めっちゃ行きたかったけど、ありがとうございます。行きたいと思わなかった。本当、なんかしかも小さい頃は別にだった、うん、でもなんかピアスしかないデザインが結構あるから、そう、それがやりたかった、うん、なるほどね。やめよう。でもなんか空いてるっていうのがマジ憧れる。それが分かる。なんか綺麗ってなる。なんか人生で1回は開けてみたい。あ、分かる分かる、憧れが、うん。でも片耳だけでも開けたら、やばい、痛いの無理だもん。ハルピョンが開いてたらギャップすごくない？なんかかっこいいってなる。ほんと？まあでもね、それは個人なんでね。でも京香ちゃんもそうだよね、ギャップすごいよね。あれ開いてるでしょ？開けたの？あれ開いてないの？え、見たことない。京香ちゃんも開けたって聞いた気がするから。開けたって言ってたこの間。開いてない？塞がった？え、わかんない。塞がることはないんじゃない？でも一回開けたらちゃんとしとれば、うん、ピアスをちゃんとしてれば塞がることはない。なんかいつの間にかに会えてる人いっぱいいるね、うん、いっぱいいる。みんなやんちゃ。あ、ごめん。ちゃで、ちょっと金髪になっちゃったしね。バレちゃないよ、一番今。違うの、違う、一番明るくない今。え、ひーちゃん、あー、そっかそっか。ひーちゃん今シルバーっぽかったな。うん、さっき見た。一回会えたら塞がらない。会うかな、これ。なんか想像はつかない。でもカレンちゃんは金髪、うん、ね、確かに黒ってイメージ。マジ？うん、冷たい。焦げ茶ぐらい。京香ちゃん3つ開いてんだって。光開いてんじゃん。そうなの？そうなんだ。そうなんだ。なんでうちら確信ないのにさ。確かに。すごい。へそピアスは開けましょうってきた。へそはもう多分出さないから、めったに、うん、確かに。なんか平成のギャルって感じ。へそピー、すごい、すごいよね。でもへそに開けるってさ、お腹痛くなりそう。あ、ギフトありがとうございます。タクタロウさん、ハートありがとう。キュンです。マックミックさん、ハート、うん、ありがとうございます。これ京香ちゃん3つ開いてんだ、びっくりしちゃった今。3つも どこに開けてんだろう。逆にでも両耳じゃない。両耳で何個つかな、何個つか、この横に。奈々さんは今だってここと横に2個あるから。へー、2個かな、3個かちょっと分かんないけど。軟骨めっちゃ痛いやろ。開けたいな。痛いっていう聞くけどね。やばい。でもね、病院で開けてもらうんだよ。だから麻酔してくれるところもあるみたいよ。麻酔しておいしい。今日はこの時してもらわなかったけど。え、病院でやった？いや、病院でやった。でも貫通しなかったさ。え？ピアスは痛い。なんで？え、どうすんのそれ？先生の腕？あ、違う違う違う、そうじゃん、自分でやった時ね。あ、でピアスは貫通しなくて。うわ、え、でもそんな痛くなかったの？
そうなんだ。うん、もう普通にあーって感じ。キョウカちゃんへそぴ111 いや、下の中にあるかもしれない。強っ。鼻やばい、マスクで隠してる。そんなことないよ。当日ね、エイトの日当日。なあさん右三つに左一つじゃなかったっけって言ってる。そうなんだ。なんかそう、あの空いてるなっていうのは知ってるんだけど。開けたいの。何骨開けたいんだよね。ことは京香ちゃん何骨開いてそう。ハンツ開いてる？開いてないね。開いてない開いてない。さやりも開いてないでしょ？開いてない。え多分ね。ヒカルだけ？あ違う。ピアス二代目より開いてるのはヒカと京香ちゃんだけかもね。二代目だけで見たらだけど。でも初期面は空いてる子めっちゃ空いてるよみんな、うんうん、みんな空いてます。あやねちゃん今日可愛かった。ピアス何だったんだろう。あれなんか可愛かった。可愛いと髪の毛めっちゃ可愛くなってるね。本当にパンダさんハートありがとうございます。私シルバーにしたいです。今のひーちゃんくらいにしたい。しなよ。ちょっとマジしちゃおっかな。キアだけ頑張れ。絶対しないやつやん。切れる、切れるよ。え、マジの、で伸ばしたいんだけどさ、無理かな。じゃあ、一回ならいけると思う。もう一回染めるはまずくなんかね。わかる。うん。でも色落ちはマジで早い。え、持ってはくれない。一回シルバーにして、まずはもうなんかピンクっぽいなんか、ね。だからもういざっていう時にするのが一番ベストだと思う。いざ？なんかこの仕事は。もうこの仕事に合わせてみたいな。でもあれでしょ、成人式はさ、そう落ち着かせたいし伸ばしたいみたいな。え今年来年が成人式なのね。再来年、再来年なのね。だからあんまり痛ましたくないんなら、うん、大変ですね。成人式の直前とか、まあ、終わった後がいいなら終わった後にするとかの方がいいかもね。ねえ乾く。 YK さんハートありがとうございます。キュンです、ありがとうございます。キュンはマジで大変っていうことで、染めたいけどケアっていうのを考えると頑張った勇気が出ない。え、そう本当にねちょっとめんどくさいだよね。え、一回も染めたことない？ブリーチせずにとか、うん、え、マジマジで一回すごっ。でもなんかこうやって見てたらさ、ね、染めたみたいに見えるよね、うん、表面すごい茶色だと思ったんだけど、アイロンでやられてんだきっと。そうだね、それがあるかな。アイロン何度でやってんの？アイロンね、マジやんないの。え、あ、そうだ普段。なんかしかもそうだわ、プライベート やっても仕事以外で。仕事のアイロンが強すぎんのかな。いやでも割と高めでやってるね。なんか多分染めてる子はちょっと低めでやってもらってるんだろうけど、昔から茶色かったけど、ちっちゃい頃からいいじゃん。じゃあ茶色に合うんじゃない？少し茶色めに、うん、え、いいんじゃん。めっちゃ色よ、軽くな、見えるよね絶対。あー、うん、どうしよう、やっちゃいなよとか言ってカレンちゃんの方にめっちゃ怒られてたらやばい。いやでもシルバーにしますってずっと言ってた。でも本当にあのブリーチしないならまだワンちゃんって感じじゃない？プール習ってた？習ってた。全然違う。ごめん違うわ。ブリーチ1回くらいしないけど、そうね、人によっては確かにいつ今するとしても、これはファンの方にいただいたペットボトルのケース。2月のコンサートに、3月舞台があるかな。舞台で銀髪はやばいやん。なんかどんな感じかによる。地毛でやるのか、それともかつらなのかとかって変わるんじゃない？やっちゃうから1月で、8の日に合わせやばいか、それ。え、すぐじゃん、めっちゃ。人はでも8の日に合わせて色入れるつもり。ちょっとリハの様子を見て。私も入れたいです。え、もう私もプリンです。いやもはやこの色にしたら。そう、なんかなんとか頑張って茶色と黒が混ざってる感じだけど、プリンすごいグラデーション入れたい。すっくな髪、すっくれ。ひどくない言い方。いや、いいのマジで。すっくれ、ひどすっかすかやんけ。マジで、マジで、ありがとうございます。マジで、ちょっと持たせて。抜けしかない。あ、でもちょっと軽く買い持って。え、やばくない？ちょっと太さが違うよ。やばいの？そんなに？え、でも、あ、でもなんかしっかりしてる。そう、しっかりしてるかな。でも一本はね、めっちゃ細いよ。何番？一本？三つ分？はい、マジ、引っかかるよ、すっかすかよ。あ、多いね、割と多いね。普通ぐらいじゃない？ちょうどいい。うん、ちょうどいい。あ、多いね。でも長さ、そう、長いんだよね。長いからもうエアコンとか少ないの。マジ少ない。じゃあ元々髪の毛が細いのよ。
で、なんか気づかぬうちになんか美容師さんに好かれてたみたいで。え、好かれるの？こんな少ないのに。え、そう、あの、見ても知らなかったの。ヘアメイクさんに言われて初めて気づいて、私髪の毛すごい少ないんですよねって言ったら、え、これ多分好かれてるよって言われて、あ、そうなの？こんな少なすぎて好くんかい。うちの刈り上げてるとかない？ないないない、そんなんしてない。びっくりしちゃった。え、そうなんだと思って。元からこの細さ、ブリーチして細くなったっていう人も。いや、元から髪の毛はすごい細いし、髪質的にはサラサラって言われる。だからね、ポニーテールする時とかがっつり整髪料つけないと上がらないって言われる。私は猫っけ、とっても猫っけで、余計な髪の毛明るくなったから軽く見えるらしい。え、なんかでもそれで軽く見えるよね。まさかの刈り上げ。そう、こう通風呂でしたみたいな。でも私友達いたもん、刈り上げて外だけちゃんとあるみたいな。いたいた、涼しいからみたいな。小学生のとこ刈り上げてた。え、好きだ、かっこいいと思って。ダンス、ダンス、ダンス、もう一回やんな。やろっから。ダンスシルバーで刈り、やばいやばい。ダンスの時に通風呂とかじゃなくて、普通にダンスの時だけこうコンローがっつり編み込んでみたいな感じ。そうめんくらいの細さ。いや、それは分からん。え、そうめん、そうめんよ。そうめん結構太くない？めっちゃ細い。ないのです。もうだから最近ね、ちょっと枝毛が気になって、今日もさ、新幹線でさ、髪の毛自分の子やってみてからさ、枝毛すごいなぁ、切れそうだなぁとか。竹兄さん、モアボールありがとうございます。新幹線で何してんねんって感じ。今度歌います。書いときます。福岡やと刈り上げが多いイメージ。へぇ、福岡、福岡で、なんで書いときますね、メモっときますね。懐かしい、コンロしてた時代が。なんかダンスの先生がさ、コンロー好きでさ、でもなんか自分がもうコンロー、すごい全身全部コンローしてこうやって上げてる先生だったからさ、強い。そうそうそう、なんかコンロー好きだったんだろうね。なんか結構ダンスの時指定されるの、こんな感じの髪型で。そうなの。そうそうそう、そうなの。でそれに合わせて、まあ、美容院行ったり、まあ親にやってもらったりみたいな。なんだ、こんにちは。そうだから、めちゃめちゃがっつりコンローしてたね。パンダさん、ハート。今でも好きだよ。なんかかっこいいのに憧れるから。マイケンさん。つかないよ、この。悪い。ハート、ありがとう。これじゃダメなの？寒い。それも使う。何書きたいの？ね、親にやってもらうんだね。セットリスト。髪の毛？うん。うん、なんかお母ちゃん今すごい髪の毛のあれ上手だよ。すごい。大変そう。コンローっていうのは、なんだろうね、ダンスみたいながっつり編み、なんかアイドル風のなんか緩い編みじゃなくて、もうちっちゃいやつを何本もここにするみたいな。そう、だからもうここの髪の毛ごっそり持ってかれるみたいな感じの。そういう感じ。多分でコンローって調べたら出てくると思う、ネットで。なんかゆうこさんとかがよくやってた感じ。あー、うん、イメージ。マイケンさん、ハートありがとう。こんにちは。竹兄さん、雪だるま、ありがとう。なんかさ、まつげのメンテも行かなきゃやばい。コンロー、コンロコンロー、ふさくまさん、ミラーボールありがとう。書いときます。ごめん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 。ギフト、あ、ギフトありがとうございます。おさるさん、パンダさん、ミラーボールありがとう。キース、え、なんでよしさんって書いたの？誰にあの分かるように。え、なんの紙それ。これはまとめるセットリスト。あ、そうなの。これ光描こうと思ったらダメなんだ。え、いいよ。すごい。今描こうとしてた。これ光のお顔を描こうと。え、光の顔を描こうとしてた。何描いてほしい。そのペンつかない。コールスロー、インコあるんだけど。何描いてほしい。え、コンロー。え、待って待って、書くもんじゃない、書くもんじゃない。むずすぎる。編み上げて出来上がったスタイルがトウモロコシに似ていることから、トウモロコシだって、あ、違う、コーンローなんだって。え、そうなの？トウモロコシ。コーンって言ってもね。なんかすごい。マイケンさん、ミラーボール、ありがとう。そして、森さん、お猿さん、ありがとう。じゃあ、カレーの。今日は静かだねって来た。今日静か。私普段どんだけうるさいの。今日これで静かなの。普段静かなイメージだった。違いますよ。今日の方がうるさいですよ、私。この辺りに書くね。YK さん、ミラーボール1個ありがとう。さ
猿が揺れてた。ヒカルンが喜んでくれた。え、そう、なんか見るのすごい好きなの、動いてるの。見てよ、見てよ。ねえ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 。しかもすごい。ねえ、すごいさ、なんか顔いびつになっちゃった。うまいうまい、でも。耳元で離れちゃった。ポニーテール。光る絵上手。うん、本当にうまい。なんかでもさ、絵下手な人、エイトちゃんみたいな入ってたよね。あれね、違うね。光はね、あの言い訳をしたの。本当にあの文字で書いてるもんだと思ってたの、みんな。文字でまとめてるもんだと思ったら、みんななんか見始めたら、え、みんな絵ばっかり描いてんじゃんと思って急いで付け足したのがあれ、絵描いた。でもね、その後にちゃんと証明したから、私は描けるんだっていう。うまいとは言ってない。うまいよ、うまいよ、うん、めっちゃうまいよね。うん、マジでうまい。そう、本当に。え、かわいい、かわいい。ちょっと顔はね、みんな一緒なの。かわいい。でもじゃあこの画面に描いてるよね。え、ま、ちょっと眉毛描いて。眉毛ないんやけど。眉毛しっかりしてるから、カレンちゃん、カレンちゃん。もういくら見せてあげてほしい。一切見ないっていう。マジで。あ、似てる。似てる。じゃあ本物。本物です。え、ひかちゃんと描けるよ、絵は。あのゆうやさん、あの得意苦手はあるけど。キュンです。ありがとう。めっちゃ絵うまいっすよ。マジでうまい。ゴジラうまかった。うん、なんかさ、めっちゃうまかった。ゴジラはマジで頑張った。ギフトありがとうございます。全然私じゃないや。いや、じゃあカレンちゃんも隣に描くよ。カレンちゃんの髪だよ、いいの。いい、うん、いいよ。あ、うちのレシート、レシートレシート。なんかりんちゃんとはまた違ううまさ、なんだろう、可愛く描いてない。エイトって絵上手い子。え、なんか芸術的になんか上手い子が多いよね、うん、芸術に秀でてる子が多いと思う、うん、見てた。めっちゃ隅っこ、なんかあれ瀬戸にまとめろって言ってたから、そう、隅っこに描いて。ちょっとしっかりしとこう。しっかりしとこう。書かれるならね。すいませんね、ヒカルンのつむじ配信にしちゃって。私のせいでね。すいませんね、皆さん、本当に私が悪いんです。しゅんごさん、ハートありがとうございます。すっぴんです。今日メイク全くしてない。あ、ごめん。ごめん、ごめん、ごめん。なんか目でかいな。やったじゃん。やった、確かに。やった。時間かかってるわ。カレンやめちゃそんなことない。あったって、そんなつもりなかった。仕事戻ります。いってら。ありがとうね。え、すごい、ちゃんと。顔一緒っていう、ごめんね。でかわいい。顔一緒。一緒。髪の長さと耳。マジ。かわいい。ね、眉毛描いてよ。声描いて。眉毛と、あの、描くの後回ししちゃうよ。眉毛ないじゃん、私も。かわいい。健生さん、ハートありがとう。今日は仕事納めね。おそう。髪伸びたよね。忘れされました。髪、同じにめっちゃ伸びました。ね、伸びた、伸びた。みんなに言われる、最近。伸びた？めっちゃ伸びた。最後いつ切った？いつだろう。いつだろう。ずっとこの髪型のイメージがある。うん。まあ、まだこんなんだった。マジ？え、そう、アゴラインで揃えてたよ。あ、でも確かに言われてみれば。もっと。確かに。ポニーテールのために頑張ってる。わかりました。ありがとうございました。輪郭も違うでしょ。うん、本当だ。違う違う、カレンちゃんがね、あの少しあの三角にしすぎたの。もうちょっとね。違う、うちがポニーテールの話をしてたから。そう、ポニーテールね。そう、かわいい、上手。そうね、なんかリンちゃんが絵うまいイメージが。マリアちゃんとかも上手だよね。本当、うん、本当にかわいい。ミスさんも上手じゃん、だって。ああ、ミスさんも描いてる、うん、なんかまあそれぞれ得意分野は違うんだろうね。え、みんな全然違う絵描く上手。秋川水彩画とかちょっとリアルね。リアル、めっちゃうまい。水彩画、そう、小学校でやったじゃん。
水彩画はわかる。ごめん、水彩画はわかんないとこだった。ごめんなさい。ヒカルンの水彩画かと思って今。だって基本的にいつも描いてるの水彩かな。ゴジラも水彩あれ。上手くなりたい、うちも。ゴジラ何で描いたの、何で描いたんだっけ、何のために描いたの。アロケの、あの漫才に使うように。あはい、漫才に使うように1日半かけて描いた。すごいわ。ケンセイさんハートありがとうございます。すごい楽しかった。サクタロさんハートありがとう。キュンです、ありがとう。何型ですか。私O 型。あ、違いました。 AB 型の女の子、絵がうまいね。全然 O 型と、あと A が変わったんだけど、変わったよね。え、本当だ。え、私何もないけど。え、何もないよ、私。え、急に変わったんだけど、このタイミング。え、すごい。全然え、変わろう。変わるんだ。変わるんだけど、そのまま。変わるんだ。変わんない。全然。あ、変わった。あ、変わった、変わった。実際がすごい、なんでなんかカウントダウンライブ。な、今始まったの。こんにちは、けんせいさん、ハート、ありがとう。めっちゃさ、この回ね。ね、行く、こうあげよう。109じゃなくて今な、何時。1125。あなた時計持ってる。本当やった。みんな持ってるやん。1時半。お、何時に終わる。2時くらい。何時に始めた。何時始めた。1時前かな。あれ3時からある人だっけ。そう、3時からある。じゃあそうですね、そうですね。あ、なんか動いちゃった。あー、低電力モードになっちゃった。 10% 切っちゃった。やばい。いや、 50% も充電できなくてさ、朝充電したら。でれれ、あ、今背景変わった。変わったでしょ。唐揚げ弁当。え、まだ30分しかしてないの。12時47分からしてるよ。こんな盛り上がってんのに。こんにちは。え、1時、何時までよ。2時くらいまででいいんじゃない。そうね、あと30分で。うちも明日もやんなきゃ。しかも iPhone 何、ね、なんかね、 SE の第2世代みたいな。へえ。ホームボタンないと生きていけない。 SE？ SE、 いや知らない。SE ってどの時代。ねえ、ひどくない。ちょっと待って待って待って。どの時代ってどういうこと。第1世代はもうこんなまでちっちゃいやつ。 SE って何の次。わかんない。7だから6の次、6S とかの次。あ、そうなんだ。え、よく使えてる。え、でもヒカさん、8の次だよ。じゃ、でもだから第1世代がそれだから、多分第2世代がそのもうちょっと次に出た。あ、なるほどね。ってことは8の次とかかな。ああ、え、そうそうそう、8っぽいの。8の後にヒカこれ2回だ。これ何だっけ。これ10だ。え、違う。え、しかも高いのよ、どれも。え、わかる。 iPhone わかる。高くない。だんだん、え、そんな値段すんのみたいな。なんだっけこれ、11ってなんて言うの英語で。さて、光るの。あ、11だ。うちは10から。あれ、10から11にしてんだけど。あ、12だ。12です。12くらいにしてる。そう、6S 使って、8使って、更新したら背景変わった、みんな。13。今13だもんね、私。SE は中身11。あ、そうなんだ。じゃあ意外と新しいんだ。チップが新しいんだね。すごい時差。少し配信する。え、なんかどうしようかなって悩んでる。でもなんか寝てそうで嫌だもん。マジ年越しの瞬間、うん、いつも寝てるもん。マジ。せめて起きててよ。え、みんな起きてるの。起きてるよ。寝てるよ。なんで。減らなきゃ早々に寝るよ、みんな。起きて。なんで。ヒカキンさんに13もらいましょう。だって今やってるよね。やってるよね、欲しいわ。ミスターがツイートしてた。え、もらってどうなるの、あれは。わかんない、契約とかどうすんの。え、そうそうそう、それがわかんなくて。もらったところで契約もなんか何も外で使えなかったら、うん、結局あんまり意味なくないってなっちゃったから、わかんない。ゆいこ、早く寝ましょう。ほら、第二世代の SE ハイテクだよって。11と12の間に出たんだって、 SE の。あ、分かりすんなよ。全然新しいよ。え、それ何。い、11。あ、じゃあより新しい。だからこれとこれの間。あー、分かりした。10、11、これ、これ。え、すごいすごいすごい。 SE 分かりしたよ、でも。めっちゃ昔のやつかと思った。え、そうなんだ。
じゃあめっちゃ新しいやん。シムフリー端末だから各自で、そうそう、ちっちゃく見える、端末持ち込みできやすい。改造でこれでいいよ、ここがね、あるから。あ、確かにちっちゃ、じゃあここがだから文字ちっちゃ、ほんとよ、読めの、いや読めるけどほら、ちょっとあの SE のディスりが始まった。でも書けんだから SE より低いよ、ね、しかもホームボタンが欲しいの。いるよね、うちのママもそう、買えないっつってた。今ミニの第一世代、うん、もうこれよりももうはるか昔のやつ使ってたけど変えてた、びっくり。ずっとアンドロイドって何？アンドロイドはまた別だよね。え、そうそう、 iPhone と違う。なんか iPhone からアンドロイドを使うと使いづらいっていう話を聞く。でもアンドロイドから iPhone になるとなんかやっぱりそっちの方が使いやすいって、慣れたら使いやすいっていう人が多いっていうのはソフトバンクの人が言ってた。へー、まあ、やっぱり結局個人だけど、それは感じ方個人の違いだから分かんないけど、そうなのかもね。すみちゃん、小判と赤バラありがとう。 Google のあ難しいハードウェアとかすごい嫌だった。私情報の時間めっちゃ嫌いだった。もう分かんないもん全然分かんないからめっちゃ嫌いだった。ハードウェアって何？なんか親元大きいソフトウェアアプリみたいな。もうダメ、そんな感じ。両方使ってるが違和感はない。すごすごいね、すごい、うん。アンドロイドの携帯全く使えない。だからなんか使ったことない。タブレットはなんか iPad じゃないからなんかアンドロイド系なのね。ほう、わかんない、マジで使えない。もうヒカル持ってる iPad、 そうそう持ってるやつが、ね、iPad じゃないか、タブレットが。アニメビルドしか使ったことない。アニメとちょっとだけあの JST クロックとかドボンで出すのとかしか使ってないもん、わかんなすぎて。アップルのさ製品ばっか買ってたらアップル信者って言われるようになった人違うんだけどね、別に。え、そう、使いやすいの、そうそうそう、信者ではない。なんかヒカも多分何でもアップル系にしちゃうと思う。なんかエアドローとかが楽だから、うん、アップル使ってるだけなの。信者ではない。いや、だから今 iPad のミニ欲しいんだよね。もう買いなよ、めっちゃいいよ。高いの？めっちゃ高いけどね。高いよね、やっぱり高いのよ。本当に高かった。え、でも学割あるうちに買った方がいいよ、絶対。うん、だから4月とかになったら学割が来るから。え、でしたよね。私多分4月に買ったはず。あれ、マック学割使いな。え、使えるの？使える使える使える。使えるの？使える。そうなんだ、うん、そうかきっときっと知らない、多分使えるよ、ね、使えた方がいいよね。え、そう、本当に使えるアレルギーは使ってこうそうだよね。それか、そうだね、使える、使おう、ね、割引は使ってこう。 iPad、ね、買いたい。なんか違う、絵描きたいの。ああ、いいじゃん。そしたら、え、そしたら普通の iPad の方がいいみたいな話になったんだよね。そうそうそう、しかも持ってるんだけどなんか持ち運びをするから、あ、なんか大きいと邪魔だなと思って、はい、この間レイちゃんが普通の iPad 持ってたのめちゃでかって思ってる。そう、結構サイズ違うのよ、ね、めちゃでかかった。こんくらい、これでかい、でかい、でかい。え、でもそれのもうなんかこんなんじゃない、こんな、うん、こんなめっちゃでかいよ。ミニだとなんかこんなんでしょ。持ってこればよかった今日。持ち運びきついよね。え、そう、なんか今あのタブレットね、こっち来るときに持ってくるんだけど、泊まりだとそれでさえなんか、え、でかくない、うん、って思うから。ミニ本くらいっしょ、うん、それよりもう少しだけちっちゃいかな。え、もう少しだけ上に切れたな。そんな細かいとこまですごい、iPad ね、そうね、うん、いいでしょ、ちょうどいいサイズか。別になんか外で使えなくていいから、普通に Wi-Fi あるところでね、使えれば全然ホテルとかで使えるし、うん、Wi-Fi モデルじゃん、Wi-Fi モデル。アルミューダのスマホあんの？何それ何それ。え、アルミューダってあれでしょ、レンジでしょ、うん、レンジとかトースターみたいな、うん、お水を入れてみたいな、掃除機とかいろいろ。あ、あるんだ。大学が冬休み期間なので、ミニはドボン専用端末。
いいじゃん。めっちゃ首まとまってるな。バルミューダのスマホは高いだけって急にすごい厳しいね。高いよって。でバルミューダ製品が好きな人は買うのかも。うん、バルミューダ、ね、それそうそうそう。信者信者。サッツンさん、ありがとうございます。うちの母はめっちゃ好きですよ。バルミューダ？バルミューダばっかり。素敵。高いだけ。ボソッと。ママに言わないでね。いやでもおしゃれしてすごいいい。いろんな、まあ、確かに機能がね。便利だなと思う。可愛い、見た目がね可愛いよ。そうそうそう、うん。なんかシンプルで合わせやすいし周りに。でもバルミューダ全然わかんない。なんかトースターしか知らなかった。うちもトースターしか知らなかった。なんか水入れてなんかふわふわに焼けるんでしょみたいな。それすら知らない。トースターのバルミューダめっちゃ美味しい。そんな違うもん。もう全然違う。ってなってる。超美味しくない。ごめん、あの根本からね、パン食べないんだ。パンあんまり食べないんだ。バルミューダフォン受ける。こんにちは。 iPhone バルミューダフォン。眠い、めっちゃ眠いです。なんかさ、お菓子食べ過ぎたせいでさ、この前までさ、このベルトがさ 2個目だったのにさ、3つ目になってしまった。むくんで、そんななんか2個目にしたら、あ、腕ちょっとむにってしてると思って。え、もし足とかむくみすぎてさ、やっぱ、え、わかる。押したらさ、超へこんじゃうみたいな。え、しかもなんかさ、レッスン場とかずっと立ってるじゃん。寒いし、やばいと思って。マジむくむ。だから絶対にホテル行ったら湯船使って汗流して、バルミューダマッサージする。あの筋膜リリースとかいいよ。うん、めっちゃいいって。バルミューダフォン調べよう。いやマジ本当にね、みんなに筋膜リリースをおすすめしたい。足痩せするよ。私ファンの人にもらった。え、違うの、まあもちろんさ、あのすごい太いやつ使うじゃん、うん、もうあれってさ、めちゃめちゃ大変なのね、使うの。へえ。もうなんか足とか違うところ痛くなるのね、力入れるから。髪の毛巻き込まれる。わかる。もうね、あれだよ、あの手で持ってやるやつが一番やりやすい。こいつです。そうそうそう、あ、うん、めっちゃ楽。ひかね、かわいい。二人持ってきてるもん。ベイマックスみたい。かわいい。バルミューダフォン。ええー。ベイマックスじゃん。すごい。昔のスマホ。かわいい。これひかのじゃないんだけど。お兄ちゃん。お兄ちゃん。最近使ってないから持ってる。バルミューダ15万すんの？バルミューダフォン。かわいいのに。今の最新のより高いの、もしかして。そっか、それくらいするのか。でも13、 13ってでもそのくらいじゃない。そうなんだ。スマホって高いんだね。何も考えなかったけど、そんなするか。なるべく安くて使いやすいやつ。うん、いっぱい使っとこう。うん、もうさ、でも充電限界なんだけど。何刺したり抜いたりしすぎてさ、怖くなっちゃって。早くない？もう1年半とか。あ、そうだ、だってこれ2年だもん。基本的にだって2年でって言わない、君を。2年で変えたでしょ、うん、しかも基本的に2年で変えるから、うん、やばいの。もうこれいつ買ったの？私一番最初のスマホの日は覚えてる。ほら、あのなんだっけ、プロより、なんとかプロより、ちょっと13、英語で読めない。いや多分13は13なんじゃない。でもまあ高いか、まあそんなもんか。2年経ってるかもしれない、これ。経ってる？いいじゃん。え、経ってないっけ。10、1年前よ。いや、うん、2年経ってるかも。ほら、こうやってもいいんじゃないの。え、それもずっと使ってるやつ、今だいたい2年くらい、うん、そうです。2年くらいで変えてます。うん、え、じゃあもう変えてもいいんじゃない。確かに、でも全然使えちゃうんだけど、うん、それ全然使えるよね。使ったんじゃない。でも容量もやばいけど。そういう容量いっぱいになる。なったことないんだけど。めっちゃ写真とか撮っちゃうからかな、まあ、写真いくつ入ってます？いっぱい入ってる。こっち？でも何でもどこでもいいけど。あ、でもあれがうち Google なんちゃら、 Google フォトみたいなところに入れてるから、うん、それがもう15ギガ来てる。やばい。何でも入りきってない。なんかそう、みんなさ、桁違いに入りきらないことないんだけど。入りきてないからパソコンに入れてる。え、5000だよ。やばっ。もっと取って。こんな少ないの。どんな。5000ですよ。も
もっと取りましょう。最近やった、あ、5000超えてるんだ、結構増えたなって思ったけど、万いくって、あの前まで4000超えるか超えないかでファンの人超えたくないっていうのを頑張ったせいにしてたの。うちだって Google フォトに入ってない写真だけで3000あるもん。そんな何撮るの。3073、似たような写真消してるから、このあとなんか自分の自撮り写真とかいらないからさ消しちゃうんだよ、ね、いらないけど消してもあるんだけど、いらないよ、ね、5万やばいやばい。えなんで、えそうなんかさ、みんなとさカメラのなんかさ数が違うというか写真の数がえと思った。エイトメンバーの中で写真一番少なそう。あ確かにみんなめちゃめちゃ、しかも人の写真にしたらもっと少なそう。だって梅と桃の写真しかないじゃん。アニメのもちょっとあるよ。アニメなんて言うんだろう、あのどこどこ行きましたみたいなアニメのその展示の原画展かなとかはあるよ。あとご飯の写真ご飯の写真うわって思ったらすぐ写真、ああ美味しい。写真撮ることが趣味なの。写真撮るのすごい好きだよ。一眼レフも買ったし、でもそんな増えない。なんで増えちゃうんだっけ。いっぱいになるの。メンバー撮ったことないね、一眼レフで。まだ。おお。え、それはもう2000何年とかの写真から数えてってこと？それとも新しく知ってるから？三台分くらいかな、これで。3台分で買うの？やばい。やばい。まあ、そうでしょ。すごい、ね。多分初めて買ったのが 6S かな。うちはくらいだから。5S え 6S 違うの、うん、5S だな、うん、こんにちは。4月21日に買った。みんな何、みんな何撮るのそんなに何撮るんだろう。確かにちゃんとしたカメラでも撮ります。もう1時間経過、ありがとう。カメラで夜もねちょっと配信するんですけど、私はしない。後で帰ってからしないの。うん、しない、しない、うん、そこもう疲れちゃうから。疲れちゃうからってどういうこと？レッスンで疲れちゃうから、もう寝れるときは寝るの。それがいいよ。今年中に、もうこれいっちゃってるよね、絶対。いっちゃってる。画面シールが割れてるのか、画面が割れてるのか、どっち？ここシールもうないんだよね。ほら、もういっちゃってるのよね。なんか、基板見えてきたらマジで変えた方がいい。え？どういうこと？あの、中の、なんか携帯の中が見えてきたら、うん、なんそんなあるよ。あ、行こうと思う。でね、なんか料理してる時に気づいたらね、画面映らなくなってた。怖っ。あ、そう、まあ古い携帯だったからまだ良かったんだけど、うん、あのそれが本当の携帯で起こると多分バックアップ取れなかったら、全部消えるかな。マジか。そう、アップルに持ってったら直してくれるけど値段かかるし、うん、とりあえずしかもバックアップ取ってくださいって言われるから、とりあえずさフィルム変えな。うん、変えなきゃ。ここまであるやつよ。うん、そうしな。ケースあるよ、ちゃんと。ピョンちゃんのさ360度黒くなるやつ欲しいんだよね。でしょ。え、そう、え、やっぱりこっから全然見えない。そうそう、いつも携帯触ってる時、うわ真っ暗だとか思って。すごい、何してんだろうって。え、そう、初めそうだと思う。え、真っ暗なのに何見てんのみたいな。こんなに明るい。覗き見防止フィルムみたいな。え、どこで買った。え、お父さんに聞いて。ネットか、高そうだな。パパに聞いてね。そんな、え、パパに。さすがバッキフォン書いてくれた。ほら、一回あったじゃん、あの、あったね、なんかこの、あの、あれでしょ、喋ってる写真、撮ったやつ。あれがもう、あると。おい、誰だ、おい、誰だ、君は。ランタンさん。え、顔、次新しいフィルムにしよう。この人は、うん、ランタンさん。いや、マルクのさ、うちの周り使ってる、フィルムそれも知ったよね。いろんなところ行ってるから、ハッチのところも行ってるから。デイデイ、顔アップルケアに入ってれば無料で修理してくれない。え、なんか全然そういうの分かんないんだよね。家あんまり詳しい人なくて。すごい。多分ね、ヒカノもね、こうやって見たらね、横な時はね、暗く見えるの。でもね、ここまで精度高いの見たことなかったの。だよね。え、だからヒカはそのこれ変えるときに画面シール、それを求めたの、うん、なんだけどどこ行ってもないの。360度。ネットで買う。ネットネット。え、しかも自分で貼れないから、やっぱお店で貼ってもらった方がいいなと思って。うち自分で貼る。結局お店でね、いつもパパに頼んでたけど、なんかさ自分で気泡入れてもあしょうがないと思うけど、パパが気泡入れるとねえってなるでしょ。ちゃんとやってよってなる。わかる、すごい気持ちはわかるよ。
えらいです。竹兄さん結婚してありがとうございます。しません。今さ結婚しようっていうギフトが出てきたじゃん。そう出てる出てるの今。結婚しません。結婚しよう。結婚したらアイドルやめますけど大丈夫ですか。結婚したらアイドルやめ、逆だよな。アイドルやめてから結婚しろって逆だったわ。ヒカはもう一人のものじゃなくてみんなのものだから。あいただきました。ありがとうございます。ちょっと面白いね。ありがとうございます。サクトロさんハートありがとうございます。自分で貼ると本当に気泡入るんですよ。もうダメ。てるちゃんがさん結婚してありがとうございます。ごめんなさい。模範回答って言われた。ありがとう。うちのとこにも来てんだけど。もう同じ人かと思った。違う、模範回答ってヒカのところでこうやってくれてる方は本当にヒカのところにいつもね。ちょっと私のところだけ送んないんだよ。毎日いつも私のところに。なんか SNS とかにしなきゃなって思いながら、撮るだけ撮ってね。え、わかる。撮るだけ撮ってめっちゃ。ヒカもさ、あげなきゃいけないやつとかお気に入りに入れとくのあげなきゃいけないのって入れるんだけど、ずっと残ったままでお気に入り。あげないから。わかるわ。サッツンさん結婚してありがとうございます。ごめんなさい。すがすがしい。だってさっき他の女のとこ行ってたから。ごめんなさい。ねえ、そうさ、他の女っていう言い方が怖いの。あ、結婚してサッツン魚いただきます。わあ、私のとこにも。え、待って待って待って、私のとこにも。消費しなきゃ。なんかカラコンしてるみたい。カラコンしてみた？してるみたい。してるみたい。してみた。急に。
カレンちゃんカラコンしたらさらに目大きくなりそう。いらないよ、してみたい。色が変わるのだけしてみたい。え、でも基本的に少し大きくなるよね、やっぱり瞳は。じゃあダメだね。あ、でも多分指原さんのとかなら割といけるんじゃない。あー、ナチュラル。白、白入れてよ。もう入れたい。目こんなんになるの。怖い怖い怖い。逆に、うん、そうそうそう、ほんとほんとほんと。え、あるよ。誰がするの、そんな。この間ハットリしてた。違う、そんな普段じゃないよ。ハロウィンの、何年か前のハロウィンの時にしてた。友達でもね、なんかそれじゃないけど、もう真っ赤になるやつとかやってる子いたよ。してみた。もう指原さんのが好きだから、それしかしてない。うわ、怖っ。目こんなになる。やだ。やだ、すごい。そうそう。あ、おーちゃんさん、結婚してありがとうございます。コメントで本当に一人で配信してる時に、うん、もし来てたらどうしてた。初めてそのギフト見た。結婚して、あ、ありがとうございます。しちゃうじゃん。しちゃうね。しちゃうね。ギフトありがとうございますで終わっちゃう。え、でも結婚しちゃうじゃん、カレン。え、何回かでも言ったことはある。え、ごめんなさいって。いいじゃん、いいじゃん、ね、みんなのもない、みんなのものだからって。無理です。無理です。軽い軽い。無理です、は辛い。そう、最近カラコンしてた。もうあの顔腫れてやばかったから、カラコン入れようと思ってカラコン入れてた。クリスマスね、コンタクトずれた。これが綺麗ですか。狭いよね。そうね、狭い。狭い。光との差よ。こう広げたいんだけどね。なんかさ、もうここにさ、光入ってるのがすごい嫌だ。綺麗だね。おでこ出しなよ、もっと。やばい。いや、ちょっとびっくりしたんだけど今。なんでなんでよ。恥ずかしいじゃん。いいな。ぴょんちゃんは条件詰め、あ、結婚のね、家変えて、免許持ってて、車変えて。でもさね、でもさ、普通じゃない？まあ普通だよね。え、普通だよね。そう、うん、普通。うん、え、普通じゃない？じゃ、普通に、普通に、普通じゃない？だ、東京で考えるからみんながびっくりするんだよ。あ、なんか、あ、そうだね。あの、地元だって無理じゃん。あの、家、車って割と当たり前。普通でしょ？だから、普通なんですよ。え、で、車ないと生きていけないの？うん、え、どこにも行けなくなっちゃう。福岡生きれない？福岡生きれない。でしょ？だから、まあ、住んでるところにもよるよね。まあね。でも、生きれないんですよ。え、だからもちろん、いや、富山は生きれないです。え、なんか雪の日とか買い物行けないよ、本当に。もうここしか無理、富山は。車でさえ大変だから。富山でこうあったらここしか無理。ここの人しか生きていけない。あ、ね、そう。そうです。だから確かに東京で考えたら車は別になくてもいいものだけど、本当にちょっと田舎って言うとあれだけどね。ちょっと地方になると少し。そうなんです。だから普通のことを言ってるのに、私はなんかこの間生誕の時にしかも煽られた。お金じゃんそれ。違う、普通なんですよ。はい。これが普通です、うんうん、バスとか本数少ないんですよ。5000人超えた、ありがとう。早くない？半分以下。みんな来て、みんな来て。来てない人おいで。配信するよって元から昼にやりますって言ってたの。昨日言ってたから急に始めちゃった。軽トラでもいいですか、だって。なんか軽トラでも持ってる人多いよね、結構いない？いる、友達軽トラ、友達軽トラしてる。友達のおじいちゃんが軽トラ持ってる。うん、ひかのおばあちゃんとか持ってるよ。友達のおじいちゃん軽トラ。あとなんか農家とかやってる人とか多いかな、軽トラ持ってる人。ひか、あのお父さん側が田んぼしてるから。うん、うちのおじいちゃんじゃない、うちの友達のおじいちゃんがなんかオートマの、え、マニュアル、どっち、マニュアルのなんか難しい方のなんか運転をしなきゃいけないから友達が取ったっつってた。難しい方、なんかこういう系、なんかこっち、そうミッションね。普通の、うちは普通のです。もう2時になったけど、まだもうちょっとつける、まだ。じゃあ、まあ、普通あれ終わってからも時間あるからさ。確かに、あと1時間ここだねです。うん、私はまた来るね、3時ぐらいから。え、全然、ひかはもうちょっとやってます。あ、やるの？うん、どうする？待ってる。あれだよ。時間今日あるしね、夜。あ、そうか。じゃあ、あと終わってから。あ、そう。全部終わってからやっても。そうだ、じゃあそうしよう。空いてそうじゃなかったっけ？絶対空いてるよ。
だってもともとさ8は使う予定だったじゃん、5時くらいまで。うん、だから、え違う、6時、6時からなんかやっちゃおう。そうしよう、 OK。 じゃあその時に振りは頑張るとして、振りと立ち位置ね。やったじゃん、みヒカルと仲悪いと思ってたって言ったんだけど。え、なんで、え初めて言われたよ。うちも初めて言われた。えめっちゃ仲良しじゃん。え、めっちゃな、え、なんなら一番初めタメ語になったのピョンちゃんだよ。カミンシュ、うん、先生めちゃめちゃ仲いいの、始めたキャラキャラ。結構空き時間があるんだね。まあ、2時過ぎ、人によってだよね。人によって違う違う。今日は6時に起きるつもりだったんだけど、やっぱさ、全員が30何人が全部の曲に出ますってわけじゃないから、7時半過ぎぐらいの時ですよ。この曲はレッスン、私は出るけど、みたいな。あ、そうそうそう、まあ、だから日によって本当に全然人によって、あの時間が、そうです、5時間だから全くないっていう人もいれば、今日めっちゃあるんだけどみたいな人もいるよっていう。今日だからそれこそ最後の曲しかいない人もいるよね。あ、いるんじゃない。今日はそんな遅くないです、そうです、でも割とメンバー少なかったよね。うん、たメンバーが最初いいですよ。イエーイエーイエーイ。眠たくない？全然眠い、ね、毎日眠たい本当に。でも5日間で過ぎためっちゃ寝てるもんね。本当にやばかったよ。何回昼寝すんのくらいで、毎回あの朝起きるやん、で配信1回して6時半くらいから、うん、もう1回寝るやん、うん、で起きて朝ごはん食べてもう1回寝て、めっちゃいいね。でしばらく起きてて、でもう1回寝てお風呂入ってからまた寝んの。すごくない？寝すぎ寝すぎ。何してんの？お肌めっちゃ綺麗になりそう。もうなんか寒くてお布団から出なくなかったの。あ、それはわかるよ。動けなかった、私は。だからしかも窓際にベッドあるのね。最悪じゃん。窓が超寒いの。二重窓？いや違う。ああ寒い。なんか石川だもんね。そう、やばって。朝起きたら冷気入ってくるし。無理だよ。暖房つけて、うん、あの外が寒すぎて冷気入ってくる。二重じゃないと無理だよ。すごい寒さが。レベチだね。そうだから、なんかファンの人に今日それを言ったら、え、壊れてない大丈夫って去年もなったなと思って思い出した。パンダさん、ハートありがとう。キュンです、ありがとうございます。すごい寝たい。やっぱ眠たいね。え、ね、6時までさ空いてるじゃん。でその後って誰か来るかな。わかんない。練習したくない？ちゃんたちが来なければ来ないんじゃない？練習したくない？したい。明日はやばいよね。うん、結構追い込まれてますね。一言じゃん。え、じゃあ、じゃあ、できるの？追い込まれてますね、3人とも。なるほどね。あの、こっちに言った言葉ではなかったです。そう、一言かと思った。多分、まあ、すごい自信満々だなと思ったよね。言ってますけど、みたいな。なんなら一番やばいです。いや、一番、うちがやばい、一番。みんなやばいと信じてる。あれ一番ではない気がする。ユニット何の人とか聞きそうになっちゃった。いや、それさっきからさ、リハのこれ、これ大丈夫かなとか、曲目出しちゃいそうでやばいの。それ、ネタバレしちゃいそう。ネタバレ。眠たい。結構ね、スケジュール詰め詰めなんだよね。そうかな。割と余裕持ってくれてるなと思ってるんだけど。そう。なんか朝早いだけで。うん。てか、そんなことより、なぜ今日投資をする？あ、今日じゃなかった。明日ね。なぜ？仕方ない、頑張ろう。無理だわ。スタッフさんが考えたんだ、頑張ろう。MPP。でもさ、明日できたらさ、だってさ、次安心じゃない？え、覚えてない。え、次の時にはもう。待って、覚えてよ。もう覚えてない。ポジティブに行こう。機械基本的にネガティブだけどさ、今日だけはポジティブに行こう。お昼食べた。無理。やばな。チキン南蛮。時間なさすぎて。大丈夫、大丈夫、大丈夫。一回やったら思い出すさ。え、練習してた昨日とか。全然。マジする時間なさすぎて無理やん。今寝てた。楽しみ楽しみ楽しみです。楽しいね。寝たじゃん。寝てたんだって人も。いや、リンゴの話。え、違うの、やらなきゃなって思ってたんだけど、もうなんか体が動かなくて寒すぎて。だから今ね、部屋くちゃくちゃね。もうダンスできる状態じゃないの。タケ、タケ、模様替え中でさ、タケタケ一生終わんない気がするもん。竹田だけさん、ハートありがとうございます。え、違う、なんかね、もう断捨離をしなきゃ部屋に入んないの、ものがね。でもね、断捨離ができないの。やめや。でね、なんかフィギュアとかあるの、ワンピースとか黒羊とかフィギュアを持ってるの。片付ける場所がないの。あ、そう、うん、
あー掃除。なんか私はね、部屋くちゃくちゃのままね年越すんだ。頑張って片付けよう。え、なんか本当にもうね片付く感じがしない。あー、どうしたらいい、みんな助けて。もう思い切って捨てるしかない。え、そう、なんだ、みんなにあげるよっていうくらい。え、わかる。え、そう、こっちは持ってても仕方ないし、だからと言ってでも捨てるのもちょっと気が引けるなってなったら、みんなにあげますっていうのが一番ね大切にきっとしてくれるだろうからっていう。武田だけさん結婚してありがとうございます。行きかけしんどいよね。ごめんなさい、やってないんだけど。ごめんね。ね、何時までやりますか？3時からちょっとまた始まるから、それ前まで30分くらいまでする。あと24、オークションしましょう。おしゃべりなんですよ。え、そうだ、すごい喋るよ。めっちゃおしゃべりです。うるさいって言われるくらい喋ると思う。ごめんね。意外とね。でもでも何何何何、待って待って待って、怖い怖い、何言うつもり、僕の発言。喋らない人とは喋らないよね。あそれはそう。なんかそれはなんか仲がいいか、仲が あんまり喋ることがないかのその差です。仲良くなったらめちゃめちゃうるさいんですよ。うん、そう。でもなんかまだやっぱり、あ、先輩だなとか、そういう、あれ先輩なんだけど、いや、まじ、ちょちょちょ、ごめん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 、全然、いや、なんか、仲良くなったら喋るんだけど、別に仲良くないって言ってるわけじゃないんだよ、喋らないこと。仲良くないって言ってるわけじゃないんだけど、100か0かではなくて、100か50かってことでしょ。え、そう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 、うん、OK。 だから、最近ようやく奈々さんと喋れるようになった、ちゃんと。え、私は未だにゆいさんとは無理です。え、そう、そういうこと、なんか緊張するとかあるでしょ。そう、そういうこと。無理です。本当に。ファン、ファン。一ファン。そう、チーム4では静かだからって言われるんですよ、そう。ごめんね、めっちゃうるさいです、ごめんなさい。ケールはこんなじゃない。配信は入っちゃうんだけど。じゃあもうなんかね、勝手に猫かぶっちゃうの。え、だからさ、わかるよ。え、すごい。わかるでしょ、でしょ。ね、K 多分同じだわ、4でしょ、4だったと。だから B の時は仲良くしようね、2人で。あ、一緒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 、2人で仲良くしよう。そうなの。なんか、まあ、そうね、8メンあるあるではあると思う、確かに。あ、こんにちは。あ、そうそうそう。あ、おはようございます。おはようございます。で、MC の時はね、あ、そうそう、ね、あの、私はみたいな。私はフロアこんなじゃん。本性はこれですよ。だからね、ショールーム見に来てくれた人とか、すごい喋るねとか言われるもん。あと昔しか知らない人とかね。ああ。どんどん出てきた、光るんだ。どんどん出てきた。こっちすえ。これが本物です。うっさいから本当に。いや、なんか良くないわけじゃないんですよ。え、だから本当に。そう、普通に喋るの。喋るんだけど、なんかちょっと緊張するなとか。っていう、うん、そういうこと。そうです、はい。なんか絶対本当にあの8面は絶対あるから、これ。はい、福留めとかぐらい、ひなことか2時半まで、そこら辺ぐらい。京香ちゃんとかも絶対あるよね。京香ちゃんはマジでもう永遠に多分あれ。まあそれが可愛いんだろうけど。でも福留めとかといるときは全然だよね。うん、ね、喋ることは全然喋る。うん、彼もようやくというか。え、しかもなんか喋るよね、普通に。しかも最近なんかめっちゃ喋るようになって。最近なんかまあもうこれ2年くらい会ってなかったからな。そう、喋る機会があって、あ、すごい喋ってくれる、嬉しいと思って。そう、喋るときは喋るんですよ。私も喋る人間、京香ちゃんとは。確かに仲良し。うん、毛一緒だったし。そう、そんな感じ、みんな。私は意外と静かですよ。私喋んないよね、その。聞いてばっかりみたいな。多分思ってるほど喋んないかも。プライベートではそんな喋んない。うん、聞き側に回るよね。うん、ずっと聞いてる。ヒカの話聞いて爆笑してる。そう、ヒカともいるってことはずっとヒカルの話。ヒカルのめっちゃ喋る。すごい。永遠喋ってるもん。意外とね。すごい。話尽きないの、言いたいことありすぎて。今日の配信の3分の2は光るんだよ。ねえ、待って。確かに。そんなことない。いや、嬉しい、ありがたい、ありがたい。うん、ありがとう。喋んなくなっちゃった。急にスイッチ切れちゃったよ。ピッ、はい、ね、もう本当にでもそんな感じ。1月の八王子は雪降った。雪降った、ありがとうございます。雪は慣れてるから大丈夫。時間半とかしてたの。
すごい。あ、でも昨日で休んじゃった。でも持たせられるのがすごい。いや、もう最後の方ですっごいだんだん熱質感になってから初めテンションすごい高いの。で、あの真ん中くらいの時間になるとすごいもうマックスの、そこから緩やかに落ちてくから最後の方、はい、じゃあはい、ランキングいきまーすなっちゃうの。ラブカーナさん、それさ、歌ってた。やばいやばい、びっくりしちゃった今そんな普通に来ると思っちゃった。いつも歌ってる私。ラブカーナさん、結婚してありがとうございます。あ、出た、ごめんなさい。出たね、やばい、今日ちょっといっぱい夫ができた。え、全部こだわってるから夫じゃないよ。私婚約者違うか、なんだ、燃える的に調べたら紫に見えない、こうやって見ると。確かに似合うんじゃん。いいじゃん。ちょっと暗めの紫とか。うん。どうしようかな。なんか明るいあんまりイメージがないから、暗めの色は多分どれでも似合いそう。少し紫入れても、赤入れても、ピンク入れても。おお。ちょっと明るい色はやってみなきゃわからんって感じ。カメラどこ？あ、ここか。そう、こっち。こっちにあるんだ。そう、こっち側じゃないとやりづらいんだ。え、なんで？なんでみんなこっちなの？え、だってコメントがこっちに流れるから。うん、あ、だからあのコメント読んでるときみんなと目合うよみたいな。そう。そうそうそう。ごめん。こっちの方がいいですそうそうだ、そうだ、決まりでやっとかないと。それ決まりじゃないんだよ。アンパンマンだ。最近なんかスタッフさんにめっちゃ白目が白いって言われた。白目が白いって待って、初めて聞くこと白目が綺麗みたいな。あ、でもうん、わかるかも。あー、確かに。比べられたと話しようもん。いや、分からんな。一緒だよ、二人とも。白いよ。白目がすごい白いってこと。白目が大きい？広い？で、もともとの目がすごい大きい。確かに、目がめっちゃでかいよ、うん。まあ、いいことだと思う。うん。すごい可愛いと思う。すっぴんでも可愛いじゃん。ありがとう。どういう顔それ。どうぞ。一人振られると私、こういう顔してるのよ。よく言われる。かわいい、みんなかわいい。すっぴん。すっぴんだよ。え、めっちゃかわいい、ね。やめて。何言ってんの？かわいい。ネイルかわいい。かわいい。ありがとう。かわいい。ネイルはね。かわいいって言ってよ。ネイルを褒めてほしいから、こうしとくじゃん。綺麗めっちゃ。かわいいでしょ。最近爪切っちゃったしな。でもビヨビヨだよ、もう爪。爪長すぎ。え、そう、なんかもううざくなっちゃってさ、長いのが。だってこ見て、これだけ出てんだよ。いや、やばくないそれ。え、そしたらお店でやってもらったやつでしょ。うん、でも地爪、地爪がこんなに出ちゃってる、やばい。うん、ネイル可愛いでしょ。ゆいさんの卒業公演に合わせてやったの。かわいい。月と水鏡。お腹鳴った。食べな、お腹空いてんだよ。お腹は空いた。ごめん、ゆるたのがあっち。飲み物飲みたい。持ってきてないの？持ってきてない。これの携帯しか持ってきてない最低限ショールームができるもの。ネイルかわいいでしょ。ギラギラ白髪してる、めっちゃ黒い服着てるから。待って、なんでマスク逆？逆じゃ、え、焦った。全然、いや、逆じゃないです。ひかさ、逆って言われるんだよね、これ。フィリピンさ、え、逆だよ。え、違うの、違うでも思うじゃん、うん、ここは見て、ここ普通さ、これうちじゃん。え、違うよ。え、でも違うの、本当に、あの、これ聞いて、マジで聞いて知ってるの、知ってるの、この字がね、逆なのは知ってるの。え、違う、字じゃないの。え、外せる？外せる。外して、こうして。なんで？え、違う、マスクを見たい。別にあなたは見たいわけマスク。え、なんかさ、こう、ひだがさ、うん、外側がこうなんだよ。え、でも違うのって思うじゃん、うん、でもフィッティの裏表を検索したら、このゴムが内側についてる方にしてくださいね。でもね、あの、医療の先生に聞いたけど。待って、なんで論破しに行くかんの。え、違うよね。医療の先生は、このひだがこうだから、これが合ってるの。ほらほら、え、待って待って、ちゃんとピッて。え、でもさ、こっちはさ、止まるじゃん。ここ、ほら、ここに溜まるよ、絶対。え、下でもさ、こういう、え、それ、そのマスクどうなってんの。すごいね。下溜まるよ。え、反対にちょっと見ていい。反対見たいから外してって言ったの。あ、でもこれはダメなんだよ、こうやって入っちゃう。ねえ、なに。え、でもさ、これはいいんだよ。だってここ溜まるじゃん。このマスクが良くないの。そんなことないの、言っちゃいられないから。全員よ、フィッティーの目にしちゃいかんよ。え、でも、え、
手紙ちょよみたいな、うん、そうなの。え、でも本当にこれはマジ本当にフィッティのとこ書いてあったのマスク。あ、でもこれがこうだからいいんじゃないか色も精査されててさ怖こういう、これだったらさ全部わかるわかる、こうじゃんこれなんだろうえ、だから違うの待って待って待って、もう聞くの分かんない、フィッティしてれないじゃんでもフィッティがそう、フィッティさんがそう言ってたんだな、分かんない、聞くの分かんない。でもさ、新品をさ、明日持ってきて明日もこの話するの、ちょっと見ようみたいな、持ってるよ、あ、持っちゃう、距離に入ってる。でも今、だってファンの人が寂しくて、で、後で見して、うんうん、しっかり見よう、そう、え、でもこうマスクの話でめっちゃえ、なんかさ、これからフィッティつけれないってもわからなくて、ね、え、でもさ、普通さ、ゴムって内側じゃない？うん、内側だよね。え、なんかさ、え、どうなんだ、ちょっと調べ、あとフィッティ、本当にあの裏表で調べて下を見るに急にいいんですよなんでだろう。え、ちょっと待って、ちょっと待ってね、マスク難しい、裏表裏を持って、見分け方、てるちゃんぐぴょんです、おい結婚して、おいさっき、待って、さっき僕はハルピョンのところだけだよ待って待って、え、あれあれなんかここ二人来るとさ、あれさっきさっつんさんのことをさ、なんか言ってた、僕はハルピョンのところだけだよ、ありがとうございますいやちょっとプリーツが、じゃこれじゃないんだよ、これは多分こっちタイプのプリーツで、うん、ほらこのマスクの場合は外側、え、なんか意味が分かんない、え、普通うちじゃん、え、だからこれじゃないの、私が知りたいのはこう分かんない、ここで分かんないよえ、なんか多分さ、こうなってるんでしょ分かった分かった、なにこれマスクがさ、分かったのそれでこうやってやるじゃん、なんか内側が、真ん中が一番出てて、え、それの場合は出てるやつが外なんだよ、はいはい、でも何が違うか分かんない、でもそしたらさ、上が溜まっちゃう、うん、溜まんない溜まんない、溜まんない、うん、あ、溜まんのかな、え、なんか何を、え、何が違うのかな、どこ話が溜まんのかな、あれ、ちょっと待って、え、なんか違う、吉田は、え、みんなにさ、じゃあ私はさ、ずっとこれできたからさ、うわ、もうか、あのマスク裏持って逆だなとか思いながら、すいません、そんな、そこまでは思ってないよ、絶対人のこと考えない、思われてた、そうだった、だって東京なんか人多いからさ、恥ずかしいじゃん、うわ、あの子マスク裏持つ逆って思われたさ、嫌じゃない、ほら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 、こういうやつ、右の図のように中央が膨らむ方が表だから、逆なんだよ、中央がへこんでる方なんだよ、これ、あ、これ、え、何これじゃなくて、もう全然わかんない、だからこうしてこうした時に、うん、こっちが出てる方がこっちなんだよ全然わかんない鼻のとこのプリーツは下が正解、下っていうのは、あ、自分がやべえ、やる、やべえ、いいよ、しなよ、ちょっと待ってね、はい、Thank you、私のはこれが正解、プリーツが下に向いてるのが正解です鼻のとこのプリーツは下が正解、え、待って、どういう、どういう、え、下これ何、上、どっち、もう上か下かも分かんない、ここにたまる、え、合ってるの、結局合ってるの、合ってない、どっち、やってるよ、合ってる、え、でも、だから違う、でもさ、こう逆だとさ、上からこう溜まっちゃうからね、こう、一回だからさ、普通にもうこうしてほしい、もう何も、マスクをこう、え、でも逆だよ、逆、これだよ、でもさ、こういうことやろ、そう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 、でもさ、ここに溜まっちゃうよね、でもだってそこ書いてる、ごめんね、あの、このちょっとマスクがそうね、ちょっとわかんないこのタイプは難しいね、こう出るタイプ難しい、もう結局どっちでもいいでいい、難しい、あの、おのおの任せようっていう、難しいねじゃあ今度からフィッティン、え、でもさ、紐出てるのっておかしくない、いや、おかしくはない、ちょっと調べさせていい、だってほら、うちの見て、紐ガンガン出てる、ほんとだね、ほんだね、見て、うちの紐、ちょっと待って、確かにね、フィッティンと大丈夫そう、フィッティでしょ、あ、ちょっと待って、まだ見てフィッティングルームで調べてたの違う違う、違うマスク使う方が早い、確かに、確かに、その病院というか、え、でもこれじゃないんだよな、人見たやつ、このマスクが正しいんだよってめっちゃ言われました、調べて、だからこ
これ逆でつけてたらそれはダメだよ、ね、あ、ほら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 で、え、じゃないのじゃプリーツの、プリーツのすごい全然わかんない。あー、でもこれダメじゃんえ、だこれが正しいんだよ。でもほら結局さ、なんかもうどっちかわかんないじゃん。ハルピョンのマスクが正解。もいいか、みんなこれしよう、みんなこれしよう、みんなこれしたらいいの、解決解決、うん、持ってないもんそれみんなこれにしたらいいんだよ。これさっきの友達、はい、もういいや、諦めたマスクこれじゃないの一番上の。もうダメだマスクでこんな熱くしゃべることないよ。もうなんか私はもうフィッティのマスクどうしたらいいかわかんないこれから。でもそう。耳掛けゴムが内側、かつフィッティの場合は、うん、で内側ででしょ？装着した時に表になっていればオッケー。ロゴがね逆だよ。え、そうでもでもほらゴムは内側なの。うん。え、だからほらほらほらおかしいんだって。しかもおかしいんじゃないって絶対ね。助けて誰か。あ、でもそんなんいいんじゃない？見ないよそんな。ね、見えないよね、うん、だからちゃんと手洗いをしとけばいいよなんで止めてたの一瞬止めて、これ明るくするために。ああ、ちゃんと手洗いをしとけばいいよ。もう顔真っ赤になっちゃったひこに頭使わせちゃダメってきた。本当にダメだよ、パンクしちゃうからでもすぐ顔赤くなる人はブルベなんだって。ブルベ、多分ブルベだよ。でもすごい金髪だけど、でも黒より茶色の方が似合うよね。うん、なんでだえ、だよね、やっぱ黒のより茶色の方がいいよね。似合う、めっちゃ分かってる。マスクをつけているからそれが正解正しい、それが正しい一番。お客様相談窓口に電話するしか。うわ、お仕事出しちゃうよいや、いいよ、あの私がもうなんか気にせずつけば問題なしハルピョンも可愛いんで結論 OK だって。よ、出た出た、ありがとう、やったね。最近眉毛が気になって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 眉毛。ブルベ？そうか、でも手もさ、どっちかって言ったらさ、黄色いよ。これもさ、黄色いけど君はちょっとブルベと違ったね難しいね、ブルベとかイエベとか。すごいやばいんだけど、え、めっちゃ黄色いんだけど、こんな自分が黄色いと思ってなかった。黄色、うん、ミカもめっちゃ食べた人じゃない、ね、やだな。そんななっとったあるよ、一回確か。え、なんか小さい頃、小さい頃、うん、だって今こんなのなった私、白い方だと思ってたのに広い照明の問題。いや、そんなことない。だってみんなで感じる照明ハルピョンしか買った、か嘘だ、カレンちゃんとこ行ってた色なぁ。え、でもシルバーも割と好きだったしな、自分も、うん、でもシルバーだったらブルベじゃないと違って。確かに、うん、難しいですね。え、私何結局。私日焼けしやすいタイプ、めっちゃ日焼けしやすい。不思議じゃない不思議。でもほら、すぐ肌が赤くなる人みたいな。うん、そうそう、白ブルベ、もっと白い、めっちゃすぐ赤くなる。あ、じゃあブルベさんじゃん。赤くなら、どうかな、すごく黒くなる。頭使ったら赤くなる。じゃあ頭使ったら赤くなるけど日に焼けたら黒くなる。でも私も日に焼けたら黒くなるけど、日に焼けたら黒くなる。外暑いと赤くなるっしょ。踊ったらすぐ赤くなる。踊ったら、うん、わかる、イベントとかしたらすごい赤くなっちゃう。光るの、光るの、赤く、あ、でもほっぺは赤くなるよ、うん、多分。じゃあ、え、どっち結局結局さ、どっちかわかんないよ。難しい。サクタラさん、ハートありがとう。え、でもさ、絶対さ、どうやって考えてもさ、どっちも混ざってる人いると思う。なんかそうらしいよ、ブルベとイエベって分かれてるわけじゃなくて、このグレーゾーンみたいな人いるんだって、いっぱい。光じゃない、いっぱいいるんだって。え、どっちも似合うってことで OK？ あ、すごいポジティブ。そういうこと。私結構白いんですよ。あ、25分だって。あ、日焼けしやすい。30分になったら行こうかな。夏はすごい黒くなっちゃうんだけど、冬になるとめっちゃ白くなります。焼けやすいし、じゃあ一回、え、でも戻りやすいんだね。いいね、光、うん、焼けたら1年中そのままだよほんとほんと黒くなっちゃう。嫌だね、それは。え、だからね、ここまで戻すのに、うん、疲れた。5、6年かかったかな。え、ほんとにそのくらい。でもプールとかも入らなかったし。
外あの日焼け止めめっちゃ塗って、えらい、あのプール入らない代わりに、うん、グラウンド実習して筋トレしてました。すごい、なんで学校の先生に言われたから。プール入らない人は、え、違う違う、なんでやめ、何プール入りたくないと思ったの。え、焼けたくなかった。なんで焼けたくない、AKB に入ったから。別にその前から、ねえー、えらい。中学校富山県プールないんだよね。あ、高校か。あ、プールないんだ。高校はなかったと思って。中学かも。小中はあった。中学やりたくなすぎてめっちゃサボってた。いや、そうだから、そう、そうやってサボる人がいるから、うん、多分その代わりにグラウンド実習プラス筋トレ、背筋、腹筋、は、ね、あの100回なかったうちっていう。プールが小学校で終わり。いいね。え、そう、小学校の時は何とも思ってなかったよ。毎日行ってた、夏休みプール。え、プールやーいえ、そう、そのおかげで真っ黒になったの。真っ黒になった、うちも。ミスターとハッツ後ろから。ハッツさ、黄色くなる。そう、どっちかって黄色。でも、あの子ブルベでしょ。ブルベって言われたらしいね。だから。ハッツ黄色くないってめっちゃ白いもんね。白い、確かに。ミスターは絶対ブルベ。あ、白いね。ミスターと、ミスターもブルベになってたらしい。そう、だから、ミスターも、なんか茶色とかにしたのがちょっと考えられない、うん、するってなった時に茶髪がね、そうそうそう、ちょっと想像ができないっていう。黒髪が似合う。ゆうやさんハートありがとう、うん、でもカレちゃんもそういう感じなのかな。ブルベナッツだからミスターと同じなんだよ、うん、そうだから多分茶髪とかはちょっと想像ができない。あ、ピンク系とかどっちが似合うんだろう。私はこの方の時色白さ、本当ですか。どっちもやってる。白かった。意外と白いんだねって言われた。ぴょんちゃんね、人茶色の人が好きだったとかね。茶色系なんだから。だって意外と感じが白いんだね。やっぱり昔黒かったから、そっちの方が絶対赤の方抜けたでしょ。黒かったです。どうですか。もともとでも真っ黒じゃないからね、うちの髪。あ、茶色そう。あの時とか元の髪色が焦げ茶人間だから。しかもセリカちゃんとユニットとかやって。ケンセンさん、ハートありがとう。すごい、1個ずつ投げてくれる。いや、だいぶ白くなりましたね。この中学生の時とかまだ黒かった。そう、入りたてめっちゃ暗かった。暗くなかった。いや、口開けてたイメージしかない。口開けてたイメージはもうやばい。はるかずっと言ってくるんだよ。ずっと言う、口開けてた、まあ、ずっとバースの時に。いや、歌ってないのに、うん、誰しも始まるさ。いや、口開いてた、全然わかんないね。だって、はじめの人は顔死んでるって言うでしょ、きっと。光るのは顔死んでたっけ、うん、大吹雪。あ、ギフトありがとうございます。そっちのイメージが強すぎて、うん、全然自覚なかったからさ。本当だ、そう、自覚ない。しかもね、めちゃめちゃ全力笑顔のつもりだったのに、ファンの人に顔死んでるよ。ファンの人に。え、それこそあるんじゃない。ひどいな。イオンモール、河北。あ、あるかもね。なんかその頃、今は多分、うん、まあ、多少気抜けると顔死んでるかもしれないけど。顔死んでるはやばいよ。え、顔死んでるって言われる。え、なんなら。ひらむちゃん、顔死んでるよ。笑って笑って。笑って笑って。やだね。うん、はい、笑ってるつもりなんですけどね。そういう顔ですよ。そういう顔ですよ。強く笑ってるつもりなんです。え、なんで持ってんの。違う違う。あ、撮影可能だった。あ、でも笑ってるわ。笑ってるよ、ちゃんと。やだ、やめて、やめよう、ちょっとやめよう、待って、やだ。かわいい。ちゃんと笑ってる。ちゃんと笑ってるよ。でも最初だから笑ってんじゃない。まあ、多分ところどころ見てたら顔死んでると思う。ちょっとやめようね、笑えるとこ。消して消して。昔の光るんだね。本当に、変わったね、髪色とか。めっちゃ痩せた。本当？うん。嘘？うん。顔がシュッとした。あ、それは言われるかも。ちっちゃくなった。なんかね、もともとすごい顔がね、太りやすくて可愛い。ずっとね、やめてやめて、やだ、待って。ずっと一点集中なんで、ほんとにダメだって。可愛い。はい、消そう。はいはいはい、ガン戻すのどれ。はいはい、いいだから。あ、30分ですね。はい、ランキングいきましょう、皆さんで。はい。あの、ぜひ YouTube でイオンモール加工ねえ。CA8 って調べてください。私が踊ってるんで。はい。ハルピョン見たいと思います。違う。そうだ、そうだ。あの、真ん中に光るのいっぱい。言わなくていい、それ。はい、ランキングいきます。どうぞ。13位、アラちゃんさん。12位、みずきさん。11位、さっつんさん。10位、ショーさん。9位、ザルギさん。8位、ランタンさん。7位、バンちゃん。6
6位、ラビバヤ特異の守護神3位、4ゴールは過酷です。過酷です。過酷優雅さんかな。優雅と今日も優雅が尊いさん。いやわかるわ。3位、森チームメイト応援中間管理職さん。2位、ケント3位、自由だったひかちゅうごさんです。ありがとうございます。ギフトいきます。赤髪ゆうまさん、マスクマンさん、ゆうがさん、ノーティーさん、ゆうがさん、サンツンさん、モーリーさん、ケントさん、ピカチュウ部のミケ、次の曲すぐ終わるかな。ありがとうございます。あと、待って、呼ばれてない方いそうか。呼ばれてない方いらっしゃいますか。はーい、はい、ぴょんちゃん、はい、ありがとうございます。軽く流して、はい、ラブカンナさん、ありがとうございます。カルカルだった。はい、大丈夫ですかね。はい、皆さんありがとうございます。はい、いいよ。じゃあその後に読んでますね。吉田カレンの後に読みます。私も終わります。結構長い時間やったんで、もう喋ることがない。何わけじゃないんだけど、寒い、そう、なんか、なんだろう、多分今のこの楽しさがなくなると寂しくなっちゃうから。レッスン頑張る。3位、ゆかさん、ありがとうございます。2位、たとしさん、ありがとうございます。1位、森さん、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、私も行きますね。どうぞ。ちょっと私はこっちで読みます。いつもレッスン頑張ります。いつもの感じで楽しかったね。やっぱメンバーと配信するの楽しい ね、楽しい。行きます。1位、パンダさん、ありがとうございます。2位、ケンセイさん、ありがとうございます。3位、サクタロウ@振られたけどハルピョン神よ神推しよハートさん、ありがとうございます。しばらくするとね、男の子。4位、ともゆきさん、ありがとうございます。5位、マフィンさん、ありがとうございます。6位、たけにー@あーかわいい3人に踏まれたいさん、やばいです。すごい綺麗な無視されてます。7位、すみちゃん@お話し会はきょんのマジでしか頭に残ってないさん。8位、モリ、チームエイト応援中間管理職さん。9位、サッツンさん。10位、レクサー@ピョンズさん。11位、マックミックさん。12位、北里公平さん。13位、カーさん。そして本日のラッキー88位はデテレーン、木魚@台湾さんです。ありがとうございます。わかんないけど、まあ夜入れば。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。またね。またね。レッスン頑張るよ。バイバーイ。決めない。バイバーイ。バイバーイ。あ、待って、うちキャッチフレーズするんだった。はい、うさぎのようにぴょんぴょん飛び跳ねるのは、はるー。ありがとうございます。今日も自慢のラビットをジャンプで、あなたに聞いておきたいことをお届けしちゃう、富山県代表はるぴょんこと橋本アナでした。皆さん本日はありがとうございました。ひかはしないよ。私も5000人超えてるからじゃないとしない。バイバーイ。